コロうどんの一例コロは、うどん、しめ麺またはそばに冷たい汁をかけた料理。主に、中京圏で食べられる。茹でたうどんや騎士麺に、冷えた出汁の効いたつゆをかけ、薬味を添えたもの。もともとはシンプルなものだが、天ぷらなどの具材を乗せたメニューを提供する店もある。うどんコロ、コロうどん、騎士コロ、コロ騎士など麺を区別するために名前にコロをつけて呼ぶ。場合と単に、 コロと呼ぶ場合とがある。なお、そうめんやヒヤ麦など、もともと冷たい麺類には用いない。ぶっかけうどんに似ているが、コロうどんのつゆは、量が多い。現在は、岐阜県多治見市にある品野屋の初代店主が戦前、名古屋市中区にあったうどん屋を任されていた際、当時まかないとして食べられていた冷たいうどんを、コロかけと名付けて客に提供したことが、コロの名称の由来である。 当時すでに好評を得ていたコーロカけであるが空襲で店が消失してしまい戦後になって疎開先の田ジ見で店を再開した。田ジ見に移転後物珍しくて名古屋から食べに来た客が評判を広めることで名古屋で定着しその過程でコーロカけがコロと呼ばれるようになったとされる。しかし後の二代目店主の証言では 初代店主は店を引き継いでしばらくしてから考案したものの当初名古屋で提供していた際には温かいうどんが主流であまり受け入れられていなかったという。多治見に移転後に口コミで評判が広まり、その客が名古屋の店にも作ってもらうよう要望したことで提供する店が増えたのではないかとしている。ありがとうございます。